本日のメインイベント、ベストオブザスーパージュニア A ブロック公式戦30分一本勝負を行います。赤コーナードラゴンゲームパック選手の入場です。ドラゴンゲートから参戦のパック、最速の進化を遂げる次世代ジュニア選手であります。1987年イギリス生まれの24歳、開幕戦でいきなりライガーから3カウントを奪いました。ここまで星取りは3勝3敗の勝ち点6点を挙げております。昨年はドラゴンゲートのリングでタッグを結成しましたプリンス・デイビッドと、今日はシングルで相まみえることになります。2人は2005年イギリスマットで対戦の経験があります。大歓声に包まれている場内、リングではドラゴンゲートパックが待ち構えている。そしてこれよりプリンス・デイビッドが姿を見せようとしております。ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアは一度優勝している。開幕戦からはまさかの連敗、タイトル奪回を目指す前チャンピオンデイビッド、星を落とせない終盤戦であります。さあ両手を広げました。両手がまさしく翼のように見えます。6度目のスーパージュニア、2度目の優勝を目指します。アイリッシュキャプタープリンス・デイビッド、2人がリング上揃いました。メインイベントを迎えた後楽園ホール、大きな歓声が2人を包んでおります。 A ブロックの公式リーグ戦、日本で実現するのは初めて。さあ2人のシングルマッチ、握手をして別れました。今ゴングが鳴った。共に白のショートタイツを身につけております。柴田さん、はい、このコスチュームがですね、色が同じというのもですね、はい、こう2人の共通点を物語っているようですよね。そうですね、日本マットを主戦場にしている者同士と外国人同士がですね、このメインイベントを飾るっていうのもね、もう本当にインターナショナルなリーグ戦になりましたよね。そうですよね。デイビッドはアイルランドの出身、対するパックはイギリスの出身という、まあ、2人はですね接点がありまして、2005年に同じリングに上がっていた、はい、イギリスマットで対戦の経験があるそうですね。そうですね、まあ、イギリスのガチガチをしたですね、ランカーシャーレスリングやってたんでしょうかね、2人がね。はい、まあ、さらにはですね、昨年はこのドラゴンゲート、パックのこの主戦場のドラゴンゲートにデイビッドが上がりまして、はい、2人はタッグを結成いたしました。まあ、夢のコンビですよね。そのタッグもですね、パックからラブコールを送って実現した、はい、その2人が今回はスーパージュニアの公式戦で対戦するという、これはもう開幕前からですね、かなりこの心待ちにされていたカードでありますよね。そうですね。そしてこの後楽園ホールのメインイベントにラインアップされるってことはね、ファンの期待と、そして新日本プロレスもね、いかにこの2人に期待しているかってことですよね。なるほど。さあ腕を取っていきます。リストロックの体勢でありますプリンス・デイビッド、がっちりと腕を固めております。リストロックの体勢、くるっと回転したパック、さあヘッドスプリングから手首を取り返していきます。デイビッドは2010年にベストオブザスーパージュニア、一昨年優勝を果たしております。さあくるくるっと体勢を入れ替えまして、アームホイップ、腕を取っております。目まぐるしい動き。まあ、柴田さん、この辺りですね、まあ、我々も以前見たことがあるあのスティーブ・ライト、はい、ああいったこのイギリスマットのですね、選手の動きによく似てますよね。はい、こう欧州、キャッチのですね、こう流れを感じますよね。はい、まあ、伝統のイギリス流の動きというのも2人は時折見せるわけであります。手首の取り合い、ここもデイビッドが取っていく。さあフィンガーロックの体勢でしょうか。今度は手首から指を固めていきますデイビッド。しかしながら柴田さん、はい、このデイビッド優勝候補の一人と言われていましたが、開幕からまさかの2連敗がありましたよね。はい、そうですね。ただまあ4連敗でなんとか巻き返しましたんでね、これからですよね。このまあパック戦というのは本当にこれ分岐点ですよね。はい、
デイビッドはそのチャンピオンベルトを失ってしまった。おっとリングメイヤーだ、叩きつけた、ヘッドヒサーズ、綺麗に分かれた。青い目が光っておりますプリンスデイビッド。対するはパック、1987年イギリス生まれの24歳、2004年にデビューを果たしました。キャリアは8年目を迎えておりますパック。一方のデイビッドは2006年にこの新日本マットにやってまいりまして、野毛の道場に住み込んでプロレスのイロハを叩き込まれてきたわけであります。新日本流の日本流のファイトを身につけたデイビッド、 IWGP のチャンピオンベルトも腰に巻きました。そしてスーパージュニアも優勝いたしました。今やもう世界的なトップスター選手と言っても過言ではありません。またもや手首を固めている。今日は柴田さん、この序盤からですね、はい、手首の取り合いというのが本当に目立ちますよね。そうですね、まるであのタイトルマッチのようなですね、はい、戦い方ですよね。なるほど、ね、今度は足首を固めていく。ガキッと固めているデイビッド、インディアンデスロックでありましょうか。レッグロックの体勢に捉えております。まあ、2人とも、ね、今日は白主体のこうコスチュームですけどね、いろんな色持ってるんですよね、はい、今日は白星にこだわったんでしょうかね、2人ともね、はは白をメインのタイツにしてきましたよね。そうですね、デイビッドは開幕からですね、このニュータイツを着用して、新しいタイツ、そしてレガースを着用しての登場となりました。デイビッドとしてはなんとかチャンピオンベルトを取り返したい、まあ、そのためにはですね、このスーパージュニア優勝が必要ですよね。そうですね、優勝すればね、当然次期挑戦者になれますからね。スマッピングしました。パックロープに飛ばしていく。おっとドロップキックが読まれている。ホットスタンプその場で飛びました。その場で飛んでいくシューティングスタープレス、これはあくまで序盤であります。いや柴田さん、はい、この段階でシューティングスター出してきましたね。そうですね、まあね、まだまだですね、いろんな技を持っているんで、自信の表れの一つではないでしょうかね、パックね。これはまだですね、まだまだジャブだよっていうことじゃないですか。ははとんでもない技ですけどね、その場飛びのシューティングプレスというのはね、はい、潜在能力の高さというのが伺えます。フロントのネックロック、首を捉えておりますデイビッド。ちょっとペースを握られております。まあ、デイビッドも IWGP の そのジュニアのベルトは失いましたけども、柴田さん、はい、メキシコ遠征を行いまして、そこで CMLL のチャンピオンベルトを獲得しましたよね。持ってるんですよね、今保持してますよね、はいはい。まあ、あとは IWGP のベルトを取り返したいという思いでいっぱいでしょう。2度目の優勝を狙いたいデイビッド。まあ、このデイビッドの実力があってもですね、簡単には優勝できないのがスーパージュニア。はい、やっぱりこの長丁場の、ね、リーグ戦勝ち残るためには本当に、ね、いろんな要素が必要ですよね、はい、もう実力だけじゃなくてやっぱり、ね、あの運も必要かもしれませんよね、これね。なるほど、あのプロレスの女神が、ね、応援してくれないと勝てないですよね。パックが対角線振っていく、叩きつけておいて、さあ助走をつけて走っていった、エルボーアタックだ。瞬間的なスピードがすごかったですね、これ当たる直前。そしてこのパックの上半身すさまじいですね、はい、腹筋が割れてますよね、はい、見事にビルドアップされておりますパックの上半身だ。あの腕が、ね、太いんですよね。もちろんデビッドも、ね、素晴らしく鍛えてるんですが、一回りちょっと大きい太い感がありますもんね、腕がね。対角線もう一回振っていくか、今度はデビッドが振った、体勢を入れ替えました。そう前転する、そこでデビッド顔面にドロップキック、後に顔面を捉えました。両足がきっちり揃っているデイビッドのドロップキック、そして場外に転落したパック、デイビッドが翼を広げました。さあテイクオフか、おっとこれは動きを呼ばれていた、パックが裏カンナが切り返した。体勢が見事に入れ替わりました。一瞬にして体勢が入れ替える。リング上パック、リング上パック、このデイビッドが入ってくる、リブロック、リブロック、さあ何があるのか、ドロップキック、制空権を取り合っている。なかなか支配できないですね、はい、さあ助走をつけていくか、デイビッドの勝ち、このヒーロー、ここで飛んできましたデイビッド。いや何度見ても素晴らしいですね、デイビッドがここで翼を広げてきました。テイクオフ、
ここは新日本マット、デイビッドにとっては慣れ親しんだホームリングであります。いやいや本当デイビッドが飛べばね、彼の雨降りますよね、で降らしますよデイビッドも。抑え込んでいく、カウントは一つ返していきました。さあ首を固めて今度は腕と複合技に持っていきます。サブミッションに持っていくデイビッド、今日は意識的にこのサブミッション、あっとブロックヘッドシザーズの体勢でしょうか、ヘッドシザーズの体勢に持っていくデイビッド、かなりひねりを加えている柴田さん、はい、これものすごい角度ついてますよね。そうですね、これね見た目以上にねきついと思いますよ、これパック大変ですよこれ。ぐるっと回転してなんとかロープに足がかかります。パックの足がかかりました。そして柴田さん、今日パックに対してですね、はい、かなりの声援が飛んでますが、そうですね、これおそらくドラゴンゲームのファンが詰めかけたんですかね。そうですね、応援団来てますね。ドロップキックデイビッド、正面からドロップキック、もはやドロップキックの範疇を超えている、強烈な地域であります。カウントは2つ返していった、まあ、一つずつの技がですね正確で強烈ですよこれね、はい。2人に対する声援が場内交錯しております。デイビッド、そしてパックの名前が交錯している。デイビッドが逆水平チョップ、同じファンが両選手の名前を叫んでいるのかもしれませんねこれね、はい、なので柴田さん、このサッカーのですね、はい、アイルランドとイングランドの試合を見ているかのようですよね、はい、戦争ですからねサッカーは、プロレスも戦争ですからね。強烈な逆水平、鍛え上げられたこのパックの肉体を切り刻んでいくデイビッドの右手、しかしながらキックを一発入れる、さらには逆水平の連打、同じ技で返す、あデイビッドも返す、パックの胸が赤く染まっております。この一撃はデイビッドが勝ちましたか、はい、まるでイングランドの国旗のように、イングランドの国旗の赤のように染まってまいりました。パックの胸、おっとエプロンに着地したところデイビッド読んでいる、ロープに飛んでいく、勢いをつける、スワンダイブが来た、ドロップキックだ、今度はデイビッドが場外だ。さあ大歓声が巻き起こる、大歓声が巻き起こっている。パックが飛ぶのでしょうか、エプロンにいる、エプロンからなんという動きでしょうか。すごい柴田さん、はい、今の動きはもう なんて言ったらいいんですか、ものすごいひねりがありましたよ、回転してひねりが加わって630度のスプラッシュですかね今、はい、ポスト最上段からですね、あのマットのない場外で飛び降りるわけですよ、しかも回転しながらひねりが加わりながらね、まあ、捨て身どころじゃないですよね、命がいくつあっても足りませんよこれ。見たこともない動きを見せましたパック、スワンダイブで飛んでまいりました。空中で体をひねりながら相手にぶつかっていくという凄まじい難易度の技、デイビッドをリングに入れました。決着はあくまでもリング上ということでしょうか。ここでペースをつかんだかパック、あのメキシコの選手にはふわりとした取り方じゃなくてですね、もうスピードと切れ味が凄まじいですね2人ともね、はい、まさしくカミソリのような凄まじい切れ味だ、エルボータックだ、またもやろう、飛ばしていく、ジャンピングエルボータック、幼い頃からダイナマイトキッドやクリス・ベノワに憧れていたというパック、わかる気がしますねこの切れ味ある攻め方ね、2人とも原点はダイナマイトキッドですかね、はい、2人の爆弾小僧がリング上、これが630のスプラッシュか、カウントはどうだ、2つで返しましたデイビッド、人間技と思えません、コーナーから飛んできた630のスプラッシュ、なんか異星人がいっぱいいますね今日の新日本プロレスにはね、い
いや本当に地球が侵略されているようなそんな印象がありますよね。はい、パック選手の胸板ね、木に切れてますからね。はい、血がにじんでます。異星人からの侵略を受けている。さあそしてトップロープ、パックが得意の、さあどうだ、あの360度のシューティングスタープレスを見せるか。あとシューティングスター、着地しました、着地しました。そしてデイビッド・ラリアとくるっと一回転パック。パク選手、デビッドがね逃げたっての分かったんですね、はい、で耐えましたよね、動きをね。そうですね。しかしながらデイビッドもまだダメージがあるか、立ち上がることができません。お互いの身を削った壮絶な戦いになっている。勢いを貸していったドロップキック。デイビッドの体、さあ勢いよく飛んでくる。さあ縮まっては伸びてくる、まるでゴムのような肉体だ。カウントが入る、2つで返しました。後頭部へのフットスタンプ、踏み潰す瞬間にね足がグッと伸びますからね、デイビッド。はい、この縮んで伸びるというですね、はい、この動きがデイビッドの最大の持ち味ですよね。そう、空中でやるわけですからね、それはね。はい、素晴らしいボディバランスです。デイビッドの肉体、一体硬いのかそれとも柔らかいのか。あ、デイビッドの耳の後ろからなんか流血、大丈夫ですかね。そうです、出血ありますね、はいはい、さあスピンキックは読まれている。エルボーアタックだ、ロープに飛んでいくパック、パック何やるか、ラリアットを返したバックキック、オーバーヘッド見事に捉えた。しかし呼ばれているが、バックに回ってジャーマンだ、ジャーマンスープレックスホールド。プロレスの芸術品、ジャーマンスープレックスホールド。危なかった。カウントは2つ、超高速で決まっていった。21世紀のプロレスは急速の速さで進化しております。年を追うごとに進化していくジュニアの戦い、どこまでいっちゃうんでしょうね、本当にね、全く先が読めません。進化し続けるジュニアの戦い、2012年バージョンの最新版の輪の中、その中心に2人がいるわけであります。コーナーに佇んでいるデイビッドに対して突っ込んでいく、足が待っておりました。お互いにキックが下がれ、つる弧を描いてキックが飛んでくる。ここまで戦い抜いてきてね、変わらないですからね、スピードがね。はい、タッグパートナーから、そして対戦相手、どちらにおいても2人は名勝負を残します。さあ後頭部にキックが入った。デイビッドが後頭部を抑えている。ああ、これ入りましたかね。はい、ダメージ残ってますね。トップロープをかかっているパック、最速の進化を遂げる男、トップロープだ。コーナーポスト最上段から何があるか。さあどうだ、ライガーを破ったあの技が出るか。さあ360度をかわされた、膝が待っていた。デイビッドが呼んでいる。カウントも2つ、360度シューティングスタープレスはかわされました、呼んでいた。いや、これは柴田さん、ハイリスクハイリターンの技ですね、はい、いやもうね、しょうがないですね、これはね。はい、デイビッドスピンキック、さらにはさあリバースのプラティサンデーか、プラティサンデーか、持ち上げた、対抗時間が長い、危ない、突き刺さった。カウントはどうだ、2つで返した、パック2つで返した、間一発、首の皮1枚残りました。よく返しましたね、今の一撃はね。まるで釘のようにまっすぐにマットにめり込んだパックの頭、しかしながらまだ生きている。場内からはパックコール、その隙にコーナーポスト最上段だ、デイビッドが飛んでいく、フットスタンプ、フットスタンプ、食い込んだ。デイビッドにも元チャンピオンの意地がある。さあアイリッシュの意地がある。体操入れ替えるか、バックに回る、バックに回る。さあそしてアークルだ、リバースのフランケンシュタイナーか、リバースフランケンシュタイナーから、ゆっくりとしたモーション、ジャーマンスオブレッツのポイントを勝つ。今度はデイビッド返した。極限の戦いに突入してまいりました。もうどの一発で決まってもおかしくないんですけどね、はい、そしてパックがまたもやコーナーから狙いますか。2月ね、もう一度大の字になっているデイビッド、デイビッドは大の字だ。さあそして何があるか、何があるか。さあここからムーンサルトか、何を狙っているんだ、パックだ。フェニックススプラッシュ、カウントだ、3つ入った、カウント3つ、デイビッド破れた。
最後はフェニックススプラッシュ、パックがデイビッドを破りました。壮絶すぎる戦いを制したのはドラゴンゲートのパック、デイビッドを破りまして、これで4勝目、勝ち点は8になりました。対するデイビッドは8点止まり、これで2人が並びました。 A ブロックは本当大混戦ですね。もうね、これで柴田さん、はい、8点がライガー、デイビッド、さらにはオロ、そしてパックですか、はい、4選手が8得点ですよね。4人が8点で並びました。大混戦を極めました A ブロック。デイビッドの黒星によりまして、ちょっとこれは柴田さん見えなくなってきましたか、はい、もう A ブロックの、ね、どうは全く分かりませんね、これね。B ブロックはすでにローキーが決勝トーナメント進出を決めてるわけですけども、はい、いやー A ブロックは分からなくなってまいりました、はい、もう B ブロックはね残り1枠を争いますが、はい、残り1枠を抜けてね大混戦ですけどね、 A ブロックは2人が全く分かりませんよね。しかしパックもですね、ここでデイビッドに勝ったのはこれ大きいですよね。いやいや、これはね非常に自信になると思いますよ。まだまだここから終盤戦、はい、本命を極めてきました。分かりません、一体6月ゴールの後楽園ホール、はい、この後楽園ホールのリングに立つのは一体どの4人なんでしょうか、分かりません。今後の戦いにもしっかりとご注目ください、はい、決勝戦、また最終戦もですね、サムライティビル中継、生中継ですね、生中継を予定しておりますのでご覧ください、はい、お送りしてまいりましたベストオブザスーパージュニア19後楽園ホールからお別れとなります。実況は私清野茂樹、解説は東京スポーツ柴田壮司さんでした。柴さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではお別れです。皆さんごきげんよう、さようなら。The pack absolutely 100% belongs in New Japan and in the rest of the Super Juniors. He's one of the absolute best in the world. And I tip my hat to him. Today was the better man. Who knows? I got Nagoya, I got Jushin Thunder Liger. I can pull out a win there. Who knows? Maybe it'll be Sunday night.Carlton Hall, lights are on, TV cameras are on, Devitt's in the ring in the final, Pac's in the ring in the final, staring across the ring at each other. I'll give the New Japan fans one more taste of the magic that they experienced tonight. That was an absolute pleasure. What competition, Devitt-san. It's an honor, and today I was the better man. But anytime you want a rematch, Davidson, anytime, all you have to do is ask. Now my comeback in the best of the Super Juniors is back in motion. Now I have one focus, one more, and then I advance. Now I must refocus and continue. ありがとうございました、Davidson.Thank you very much, my friend.